三層軒の成松です。こういうタイトルなんですが、まず、我々のチームなんですけど、今日お話しするのは、一つは、ワークスの開発、これ、野口県の山田さん、松村さんを中心にやりました。から、グライトーキャンというレポジトリ、当社のレポジトリのシステムの開発、これ、ソカライグループ、の木下さんが中心でやりました。それから他にもデータベース、こういうデータベース、奥田さんが頑張ってくれてるデータベースとかいろいろあるんですけど、これらのデータベースを全部セマンティックウェブ化するという、テーマを掲げて、ここ2年ぐらいで完成させました。それであとはですね、まだ非常に面白いデータベースが今展開中ですので、それ最後にお話しします。で、まあ、ここ2年の我々がやってきた研究目的は主に2つ。1つは、デポジトリ、国際的に認知されるぐらいの、レポジトリシステムを構築して、国際的に広く普及させようという目的でやってきました。から、まあ、先ほどから話題になっているセマンティックウェブ化をしないと世界中とコミュニケーションできないし使ってくれないだろうというので、これを精力的にやりました。今もう完成しております。で、これちょっと最初の当社のデポジトリシステムを構築するにあたって、動作構造を表すための、コンピューター用語、表記形式を検討しました。しかし、線形でリニアにありとあらゆる動作構造を任意に表現できる形式が今まで存在してませんでした。そこで、山田が中心になって、ここに略語が Web3 Unique Representation of Composite Structure、略して WORKS ですが、この WORKS を開発しました。でこれはですね、動作構造として報告される構造っていうのは DNA やアミノ酸の構造と違ってですね、複雑なのは2つの糖が結びつくときにいろんな結合様式があるわけです。で質量は全く一緒なわけです。でそういうものは実は完璧に解析してない構造も報告されるんですね。で完璧にそういう結合様式まで解析するっていうのはプロ中のプロじゃないとできないぐらい難しい技術なんです。でそんなこと言ってたら完璧に解析するまで時間かかる。そうじゃなくて完璧に解析されてなくても表現できるような形式の表現形式を作ろうというのでワークスが開発されたわけです。つまり報告された動作構造がある程度曖昧な状態でも表現できるように開発しました。でこれが今結構国際的にも利用されるようになって、ワークスのためのソフトウェアを開発して公開しています。でワークスのソフトウェアはここで示すワークスフレームワークといいます。このソフトウェアを使うことで外部の動作データを全てワークスに変換することができるようになって、動作構造を含むデータベース間の連携が容易になりました。さて、ワークスが開発できて、でそれを利用して、グライトーキャンという名前の動作構造のレポジトリシステムを作りました。これ我々が考えたネーミングでダジャレです。日本をちょっと表現しようと、ぐらい英語人をちょっとリスペクトしてやる。党というのは日本語です。で、官はこれご存知のように英語も日本語も一緒です。で、党差の構造をパッキングするシステムという意味でグライトーキャンと名付けました。で、トーキャンというのを英語の辞書で引くとこういう鳥の名前です。日本語で言うとオオハシという。なんかオウムの一種みたいなんです。鳥の名前です。で、トーキャンが
倒査の上に乗っかって缶の中に収められているという半分ダジャレのネーミングのシステムを作りました。で、これですね、今システムを始めたんですけど、すでに6万種類近くのグライカン、グライカンという言葉は糖がつながった糖鎖という意味ですね。6万種類のグライカンの構造、それから800ものサッカライド、ですね、皆さんこれ全部の生物種含んでます。で、 DNA、RNA やってる方は A と T と G と C しかない、4種類しかない。で、それがただ一時的につながってるだけ。アミノ酸はたかだか20種類しかない。糖鎖ってね、単と構成単位は全ての生物種含めるとこれだけあるんですね。で、それらがまあ複雑に構造がつながるわけです。で、今は解析技術がまだまだ劣ってるので、それほど大量のデータが出てこないんですが、これが DNA の次世代シーケンサーみたいなものが何十年後に出来上がるか知らないけど、それが出来上がったら膨大な種類のデータになると私は墓場の中で喜んでみるでしょうと思っています。で、グライトーキャンは生物学者が容易に糖鎖構造を検索登録できるよう開発しました。で、この画面が糖鎖構造を描画できる画面で、マウスで簡単に糖鎖構造を描いて検索できるシステムです。また糖鎖分野でよく使われるグライコ CT や IU パック形式でも検索できるようにしています。で、検索した結果から一つの糖鎖を選ぶと、表示された糖鎖構造の詳細画面です。構造の部分構造の情報や各データベースへの外部リンクやグライトーキャンのパートナーからメタ情報の提供があります。で、どの生物種に糖鎖構造が存在するか、掲載された論文報告などを掲載しています。で、検索した結果から一つの糖鎖を選ぶと、表示された糖鎖構造の詳細画面です。で、構造の部分構造ですね、モチーフ部分構造の情報や各データベースへの外部リンクやグライトーキャンのパートナーからのメタ情報の提供があります。どの生物種にどういう糖鎖構造が存在するか、それから掲載された論文報告などを表示しますというわけですね。はい。で、このスライド、テキストによる構造登録の画面です。で、IU パックやグライコ CT、ワークスで登録することができます。で、また複数の糖鎖構造を同時に登録できます。で、登録をしようとすると、すで、に登録済みかどうか確認します。同じ構造がどんどん登録されてくる可能性がありますので、ここでは登録しようとした2つの糖鎖構造はすでに登録済みだと分かります。で、ずっと右側のグライトーキャンのアクセッション番号を与えることになってますが、この画面に表示している情報をダウンロードできるようになってます。からグライトーキャンをつい最近バージョン2としてアップデートしました。で、バージョン1ではユーザー情報や登録した情報を RDB で管理しておりましたが、今ではすべてセマンティックウェブとワークスで管理しております。バージョン2です。から、ワークスとグライトーキャンの開発により自ら持っている構造情報を登録すると、グライトーキャンの ID を取得できるので、対応表を各自の保有するデータベースに反映させることで
相互リンクが容易に可能になりました。こういうパートナーがインターナショナルに存在するわけです。で、さまざまな構造や関連情報を RDF 化することで、我々が開発したワークスやグライトーキャン ID を利用した当社の、すでにセマンティックウェブが出来上がりましたということで、これはこのプロジェクトのおかげでございます。それで2つ目の目標はですね、もう今まで長い時間かけてこのプロジェクトでお世話になった、産総研で開発してきた産総研のウェット情報に基づく自らプロダクトしたウェット情報をデータベース化してきたわけですが、それも全部セマンティックウェブ化しようということで、やりました。で、データを体系づけるために必要なオントロジーを整備しました。データベースの種類はこういうふうにいくつものデータベースを作ったわけです。で、これはですね、我々のプロジェクトの中で一番最初に開発したデータベースなんですが、糖鎖を合成する、糖鎖を分解する、あるいは糖鎖の基質をトランスポートする、糖鎖合成に関連した遺伝子のすべての情報を含んだ情報ですが、これもですね、うちの研究室にはかなりのプロが何人かおりますので、そのウェットのプロの協力を得て、中身をですね、かなり改善、改良しました。で、セマンティックウェブ化しました。ちょっと今、糖鎖研究で何が一番課題になってて、次世代へのブレイクスルーになるか、ちょっとウェットの観点から簡単にお話しします。今、プロテミックス盛んです。先月、私、台北で開かれた国際プロテミックス会議に行ってきました。で、当社の人間グライコミックスという言葉を使います。ところが糖鎖とタンパクは結合してるんです。結合して糖タンパク質と呼ばれるんです。皆さん方、糖タンパク質ってタンパク質のうち何種類ぐらい、何パーセントぐらいあるかご存知ですか？血清中のタンパク質は 99.9% 糖タンパク質、糖鎖がついてます。細胞膜上のタンパク質は 100% 近く糖鎖がついています。全部糖タンパク質です。なぜ皆さん糖鎖のことを研究しないか。簡単です。分析技術がないからです。で、DNA は次世代実験されていきました。どんどんデータが出ています。というのが現状で、何の技術が必要か。実際の天然に存在するのは、糖鎖がついたタンパク質であるにもかかわらず、何の技術が開発されてないか。それはですね、マスペックで糖鎖がつかない状態のタンパク質を誰でも解析できる時代になりました。通常血清のタンパク質をマスに乗せると糖鎖のシグナルは出ません。なぜかというと糖鎖は非常にイオン化されにくい。タンパク質は簡単にイオン化される、で検出できるんです。そうするとタンパク質を外して糖鎖だけにしてしまうと、これは検出可能です。構造解析可能です。ところが全く2つが結びついてないんです。ということは技術開発として、天然分子は糖タンパク質なんだから糖タンパク質のまま構造解析できる技術が必要とされてるんです。で、つまりどのタンパク質のどのアミノ酸の位置にどういう構造の糖鎖が結合しているか、これをハイスループットに網羅的に解析する技術が必要とされてたんです。これ簡単にまとめると、プロテミックス、感度が高いので、主要分析装置でどんどんデータが出ます。テクニカルにも簡単です。グライコミックス、
まあできるでしょう。テクニカルもそんなに、まあ今できるでしょう。で、ただしこの2つはですね、人間の疾患の研究をやる限り疾患と結びつく可能性が非常に低いんです。つまり疾患特有性が非常にスペシフィックが弱いんです。だから将来的に本当にディジーズバイオマーカーとかディジーズの治療というものを目指すのであれば絶対にこの技術が必要なんです。ところがまだ難しいんですというのが現状です。それで2003年に今産総研の我々のグループにいるカジっていうのがどのタンパク質の上の糖鎖はどのレクチンに結合するということを解析する技術を開発しました。もう10年以上前です。でそれを使って網羅的にですね、例えばこのタンパク質のこの位置にはこの位置には糖鎖が結合してますよと、これはポシブルサイトじゃなくて確かに結合してるのを検出しましたというデータです。ところがこれはですね、この情報はどのレクチンに結合しますかという レクチンの情報しかなかったんです。これを改善しましょうと。で、どういう構造、ここの位置にどういう構造の糖鎖が結合してますかということを非常にハイスループットに解析する技術をまたカジが開発しました。で、このデータベースを今改良してます。で、ここに赤いシグナルになっているのは構造まで分かりましたよというデータです。で、今こういうデータベースを構築中です。これはですね、あ、それからカジが開発した技術のすごい点はですね、タンパクを、糖タンパクを一生懸命生成して大量生成して構造決定するんじゃないんです。そんなクラシカルの方法じゃなくてミクシャーで、組織のミクシャーで何千種類もの糖タンパク質をミクシャーで一発にタンパクの同定と糖鎖が結合している位置とそこに結合している糖鎖構造のバラエティを解析する技術です。で、これほんの一例です。ベーサルセルアデュシンモルキュルという323番目のアミノ酸の位置のグライコフォームです。で、上にですね、こっちがヘクソースの分子が1個ずつ増える、こっちがヘクスナックの分子が1個ずつ増える、赤い三角がデオキシヘクソース、フコスがついてるついてない。で、こう実際にこう 色が霞んでるところは検出できなかったところで、色がついてるところは検出できた構造。つまり一つのタンパクの一つのアミノ酸にこれだけたくさんの糖鎖構造のバラエティがありますよという情報を一つの画面で表します。ということで、今これはマウスの各臓器、それからヒューマンの正常の各臓器のデータベースを作ってるんですが、これが疾患絡みのデータベースになるととんでもなく皆さん興味持ってくると思います。無償で提供するわけにはいきませんというで、これは、レクチンフロンティアデータベースで、産総研ではですね、世界中からいろんな種類のレクチンを集めて各種糖鎖構造に対するアフィニティをレクチンフロンティアで決定します。で、そのアソシエーションコンスタントを全部計算して表現しています。それからこれはですね、ウイルスやバクテリアなど多くの病原体は糖鎖に結合して感染が始まるんです。実際我々はノロウイルスが結合する糖鎖を決定しました。それからヘリコバクターピロリもそうです。今肝炎ウイルスやってます。で、いろんな多層膳は皆さん糖鎖に結合するんですよと。で、それの情報を集めたのがこのデータベースです。それからあと糖鎖構造が関連する疾患っていっぱいあります。糖鎖欠損した病気、先天性病気もいっぱいあります。そういうものを集めたデータベースがこれです。ということで、このセマンティックウェーブ化したデータベースはですね、ACGG データベース、アジアンコミュニティオブグライクサイエンスグライクテクノロジーデータベースと名前をつけて、定期的に重ねている ACGG データベース会議で報告して
アジア諸国の情報リソースを集約することを目的としています。これ実際去年仙台で開かれたアジアの HGG カンファレンスで、報告をしています。それから来週中国の無釈で HGG 会議が開かれて、そこでデータベース会議を開いて、でアジアでもそのグライトーキャンにデポジットしてくださいよという呼びかけをするのと同時に、アジアからアジアの共同研究の方向をこのデータベースを中心に模索していくつもりです。でこれはですね、最後のスライドですが、去年の8月去年じゃないごめんなさい先々月の8月、台風の真っ最中に札幌でワレンワークショップっていうのを我々が主催しました。でその時に会議の半分以上はですね、東沙科学データベースに関する演題で、でグライトーキャンが話題になって、今後その東沙コミュニティとして支援できるほど安定してるのかと聞かれましたけど、アメリカの東沙研究者のボスの私の一番仲のいいジム・ポールソンっていうのが、自らやってみたら結構良かったよと言ってくれてですね、これからおそらくそのグライトーキャンがインターナショナルにもレポジトリシステムとして使われていくようになるだろうと確信しています。はい、どうもありがとうございました。以上です。